山下芳樹さん日本共産党の山下良樹です。サイバーセキュリティ基本法に基づいて、サイバーセキュリティ本部が国家安全保障会議の意見を聞いて、昨年9月、公表、作成したサイバーセキュリティ戦略、ここには、外国政府機関との情報共有を含む情報収集、情報分析機能の強化を図るとあります。えー、その必要性について サイバー攻撃とそれに対する抑止の特徴との関係で説明をしていただけますか。遠藤大臣サイバー空間を取り巻くリスクが深刻化する中で、国境を越えた自由な情報の流通を可能とするサイバー空間のおお便益を享受すると,とともに、国家の安全保障、管理、危機管理上の課題でもある サイバー攻撃に迅速かつ的確に対応するためには、諸外国等と効果的に連携することが必要と認識をしております。政府としましては、管理や規制を過度に行うことなく、開放性や相互運用性を確保することにより、情報の自由な流通が確保された安全で信頼できるサイバー空間を構築することを基本方針として、関係国との 国際連携に取りり組んでおりますこうした認識の下で、昨年9月にも閣議に決定されましたサイバーセキュリティ戦略においても、多様な主体との国際的な連携により、サイバーセキュリティの確保およびサイバー空間におけるグローバル規模の情報の自由な流通の確保に向け、取り組むこととしております。今後ともサイバーセキュリティ戦略に基づき、関係確保との連携を積極的に深めるとと,ともに、 た多国間の議論にも積極的に貢献してまいりたい、りりたいと考えております山下芳樹さん。今、まあ、基本的な認識、遠藤大臣、述べていただきましたけれども、ここであの遠藤大臣と、ですね、そもそもサイバー空間の特徴について、少し議論したいと思うんですがあの、一つはですね、アクターの多様性ということが言われます、どの相手が攻撃してくるかわからない、非国家主体も高度な能力を保有している、軍事力を持つ必要ないんですね。 高い能力を持つ個人でもサイバー攻撃ができる、それから二つ目にです、ね、陰徳性、ボーダレス性ということが言われております、攻撃者の特定が極めて困難です、えー、国,家国家の関与もですねなかなか決着がつきません、米中間でも、これはもう論争になっております、えー、アメリカへの攻撃は中国から発信されてるじゃないかとアメリカが言っても、いや、それは経由してるだけであって、中国も被害者なんだとか、いやいや、 確実に中国から攻撃が発信されてるじゃないかと、こうしてきても、それは政府とは無関係だと、こういうふうに終われるわけですね、このアクターの多様性、隠匿性、膨大ーース性、これは特徴だということについて、大臣、御見解、どうでしょうか遠藤大臣あの今ごあの、委員ご指摘のように、えー、その発信がどっこになされたかと、この追及はなかなか難しい認識をしています。まあ、それだけになおさら 国際間の強調は必要だと思っております山下芳樹さんもう一つですね、サイバー空間に関する規範は、いまだ形成途上であるということも大事だと思っております、サイバー攻撃に対して自衛権を行使することの合法性、あるいは自国内のアクターによるサイバー活動に対する国家責任等について、コンセンサスは今、存在しておりません、えー、その国の中のある個人にがサイバー攻撃を行ったとしても、政府の責任とは言い切れない。 という現状になりますで要するにサイバー空間における規範、まだあの確立されていない、途上であるこの点、いかがでし今ご指摘のように、あの規範について、まだ正確にこれだということになってないと思いますが、そうしたことを国際間において、いろいろ議論をしている最中だと認識をしてお山下良樹さん。そううなんですなんですす途上ねでさらにもう一つサイバー攻撃の 対する防御について、ですね信憑性、報復の信憑性ということも言われております、どういうことかと言いますと、どこまで攻撃されれば、まあ、レッドラインとして反撃できるのか、この設定がなかなか難しい、報復能力の証明、つまりこれぐらい攻撃されたら報復する能力を有してますよということを、どのように伝えるか、どの相手に伝えるか、これもなかなか難しい、それから通常戦力による報復というのが許されるのか。 非国家主体に対する報復などが一体できるのかどうか、困難ではないか、こういう報復の信憑性ということも問題になっておりますが、この点、大臣、いかがでしょうか遠藤大臣、あの委員ご指摘のように、あの技術が進めば進むその特定化難しいと、それだけになおさら、国際間の情報の給、連携が必要だと思っております山下良樹さん。まああそそこでですねじゃあその 国際間の連携なんですが、安倍政権が策定した国家安全保障戦略には、米国とのサイバー防衛協力の推進が打たれています、それから昨年4月の新日米ガイドラインには、サイバー空間に関する協力という項目,項目が初めて設けられました。大大臣臣ななぜこのの分野でで米米米国国との協力が必要なんでしょうかは日米安全保障体制を基軸に あらゆるレベルで緊密に連携する我が国の同盟国であり、サーバー部員においても、さまざまなチャンネルにおける緊密な情報共有と連携を図る必要があります。これまで両政府間においては、平成25年5月、平成26年7月、平成27年の7月の3回にわたり、日米サイバー対応、サイバー対話を実施してきており、 日米双方のサイバーセキュリティ関係省庁が参加する形で、双方の政策動向、情勢認識等につき協議を実施しております。山下芳樹さん。もうすでに日米サイバー対話というものが三回行われたということであります。今ご報告あった通りですが、では米国のサイバー戦略とは一体どういうものか。 についいいいて伺いたいと思います2011年11月、国防省サイバー空間政策報告書はです、ねえー、拒否的抑止、これは何とか攻撃されないようにする抑止とともに、懲罰的抑止、報復型の抑止ですね、これについても言及しております、それから通常兵力を用いた報復も選択肢とするというふうにあります、この懲罰的抑止、えー、通常兵力を用いた報復とは一体どういうことでしょうか。 答答弁はどなた水嶋審議官、はい、お答え申し上げますあの米国のおサイバー戦略につきましてはあ、米国はサイバーセキュリティに対する脅威を国家として直面する最も深刻な国家安全保障、公共の安全および経済的課題の一つと認識しているものと象徴してございます。えー、そのの上であ今ごご指摘のございました 国防省によります2011年11月のサイバー空間政策報告書でございますけれども、ここにおきましては、サイバー空間におけす抑止について、他の領域と同様に攻撃者の目的達成を拒否するとともに、必要に応じて攻撃者にコストを課すとの考え方に基づくものであるというふうに述べられているものと承知をしてございます。まままた加えししててその報告書におきましては サイバー空間での一定の活動、これは武力の行使を構成しうるものであり、また合法的な自衛権を発動しうるものであるという旨で述べているものだと承知をしてございます山下良樹さん。サイバー攻撃に対して武力行使もおやりますよということを、アメリカはそう,そういう戦略でもはっきりうってるわけですね。 これが2012年10月11日、パネッタ国防長官の演説で、サイバー攻撃による大規模な被害が差し迫っている場合には、サイバー空間で先制攻撃を行う可能性に言及しています。サイバー空間での先制攻撃を行うとはどういう意味でしょうか水島審議官あの。ご指摘のお2012年11月、パネッタ国防長官の講演でございますが、あこの中ではあの、国防省といたしましては、 サイバー攻撃の抑止に取り組んでいるといった上でえで、ー、米国が攻撃者を特定できてまた米国の強力な防御によって攻撃が失敗するというふうに承知していれば米国が攻撃される可能性は低くなるという,ふうに述べていると理解をしてございますでただその中でまた仮に米国に重大かつ物理的な破壊をもたらしてまたは米国市民を殺害するサイバー攻撃の 切迫した脅威を察知した場合には、米国は大,大統領が支持した際には、国家を守るために攻撃者に対して措置を取る選択肢を持たなければならないと、そういうふうに述べられているという承知してございます山下芳樹さんあの。先制攻撃戦略、サイバー空間における、うん、戦略取ってるということですね、察知したら先制攻撃すると、相手を殺傷することも含めてですね。これはあの、イラクに対する大量破壊兵器を持っていると。 察知したはずだったけども、それは間違いだったということを想起させられるものであります。あ、二千十二年、オバマ大統領は大統領政策指令二十、米国のサイバー作戦政策に署名をしてまして、そこでは重大な棄決（括弧人命の損失等を含む括弧土壌をもたらす作戦）ということが言われておりますが、こういうことも言われているわけですね。先ほど述べられた通りです。殺傷ということも含めてサイバー 攻撃先制攻撃、えー、もお戦略て取られている、ニューヨーク・タイムズがですね、2013年2月3日あ、オバマ政権が検討中とされるサイバーせ作戦に関する公戦規則の内容を報道しております、えー、先制攻撃を命じる権限を大統領に付与、おそういう中身の公戦規則があると言われておりますが、こういう公戦規則、あるんですか。水嶋審議官 あの今、ご質問にございました、あ新聞報道、それから公選規則でございますがあ、米国政府としましては、これは対外的に明らかにしたものだとはわれわれ承知しておりませんので、えー、お答えは差し控えさせていただきたいと思います山下芳樹さんあの。アメリカと緊密に協力すると、サイバー攻撃に対する対処ですね。と言いながら、あのアメリカのこの戦略の公選規則について承知しない。 あまりにもこれは無責任だと言わなければなりません遠藤大臣あの安倍政権の下でですねあの昨年の安保法制の審議の中でも安倍総理はサイバー攻撃に対する、えー、米国日米同盟の強化ということを答弁されています中谷防衛大臣もですねこう言っております武力攻撃の一環として行われたサイバー攻撃に対して武力を行使して対応することも法理として考えられる えー、中谷大臣、えー、遠藤大臣に伺いますが、政府はサイバー攻撃に対して武力をこうして対応するという立場ですか。どなたが答弁されます、だ大臣に聞きたい、えー、若宮防衛副大臣。あの今あのお、質疑の。 なされている中でですね、やはりあのさまざまなあの見解がもうご示しをされているかと思います。またあの小山市議のご質問でも、またあのご自身の意見でも出されておられますけれども。あの現在その確かに高度化巧妙化するサイバー攻撃のこの対応を実際踏まえますと。 今後、サイバー攻撃によって極めて深刻な被害が発生する可能性というのは、これはもう否定できないのは、もう今、ご承知のところだと思っております、このサイバー攻撃への対応というのは、この我が国にとりましても、この安全保障に関わります重要な課題であるというふうに認識をしているところでございます。またあの本日の弾道ミサイルや航空機等ににによるるブロック攻撃を行える場合にはもちろんその一環としてですねこれ同時に サイバー攻撃ということが行われる可能性というのも、この想定をしておかなければあいけないのではないかなというふうにも考えているところでございます、その上で、あの私ども政府といたしましては、従来、サイバー攻撃が武力攻撃の一環として行われた場合、自衛権を発動して対処することが、法理としては可能であるというふうにはご説明申し上げているところではございますけれども、 現在これまでにはサイバー攻撃に対しまして自衛権が行使された自衛というのはございませんでしてサイバー攻撃に対しますこの自衛権行使のあり方につきましては えー、国際的あの委員もご指摘でございませんが国際的にもさまざまな議論が行われている段階でございますでこのため現実の問題といたしましてはサイバー攻撃に対します自衛権の行使のあり方につきましては、えー、国際的な議論も見据えつつながらさらに検討を進めてまいりたいとこのように考えているところでございます山下芳樹さん要するにまだ決めてないけども法理としてあり得るという立場なんですねずっとこれ非常にこの方向でいいのかということは、私は危惧するわけですね えーまあ、実際にあの日米間では、共同演習の中で、えー、サイバー攻撃に対する訓練も行われております、防衛省に加えますが、これまで2013年から毎年やってますけれども、どのような訓練が行われましたか、報告してください。防衛大臣官官房笠原審議官 お答えいたします。議員御ご指摘のとおり、2013年から2015年、日本で実施をされた日米共同方面対気象演習というのがございますが、そちらにおいて,まして、各種事態における実効的な対処能力の向上を図る一環として、自衛隊と米軍に対してサイバー攻撃が行われたという状況を想定をいたしました、対処要領および連携要領について、演練を行ったところでございます。 山下芳樹さん、えー、もうばくっとしかお答えにならないんですがねあの、具体的にどういう訓練をやったのかと聞いても、これ、答えられないんですよ、あど,どうぞ。笠原審議官失礼いたしました、じゃあ、訓練の内容でございますけれども、えー、不審メールを受信した際に、受信者である情報システム使用者が行うべき対象要領や、原因究明、被害拡大防止のために、情報システム担当部署が行う。 対処要領の確認などを実施しているところでありますまたサイバー攻撃による被害,被害拡大を防止するためには日米の連携が重要でありますことからその連携要領についても確認をしたところでございます以上です山下芳樹さんその要領が確認されたということであってどういう具体的な話がされているのかということについてはいくら聞いてもですね答えが返ってこないということで国民から見えないところでこのサイバー攻撃に対する対処というもとで 訓練が日米ででで毎年やられているととうことなんですでその米国は、サイバー攻撃に対して先制攻撃、通常兵力による攻撃、これも、いとはないという戦略を持っているわけですから、それに対して、えー、今、防衛副大臣が答弁されたように、えー、サイバー攻撃に対する武力の行使については、しっかりと拒否するという立場ではないわけですね、そういう方向にいっていいのかということを私は本当に危惧します。あのーこれは アメリカや日本がサイバー攻撃、確かにいろんなインフラ、あ電力だとか、あ工場だとかあ、そういうものに対するサイバー攻撃は大変な被害を与えますから、それに対して防御することを備えることは必要でしょう、しかし備えることによって、先制攻撃する、通常兵器による攻撃まで、えー、検討する、また備えるということをやりますと、これはアメリカや日本がそういうふうに備えれば、おそらく他の、 国々、あるいは勢力、個人かもしれません、そういう勢力もそういう方向に備えざるを得ないと思うんですよね、お互いにサイバー空間のリスクを高め合う方向で、サイバーセキュリティと言いながら、リスクが高まるという心配があの当然起こってくると思うんですが、その点、遠藤大臣、いかがですか。遠藤大臣。あのー 備えあれば憂いなしということはありますが、それぞれの国がそれぞれの対応しておりますので、国としてしっかり取り組まなきゃならないと考えております山下芳樹さんいやあの。私が聞いたのは、ですねそれぞれの国がしっかりやると、相手の国もしっかりやると、そうするとね、非常に高いリスクが相互にこう高まり合うということになるんじゃないかと、要するにあの、まあ、米ソ間で核兵器がどん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 増えていくような、あるいはテロに対する。 報復として、テロが一層拡散するような、そういう悪循環になる危険がこの分野でももう生まれてるんじゃないかということを私は危惧するわけですね、えー、国連の情報セキュリティに関する政策専門家会合、GGE がサイバー空間における信頼醸成措置、CBM について検討していますが、どのように述べてますか。水嶋審議官 あの今ご指摘ございました国連のサイバー政府専門家会合 GGE と申しますがこれは2004年以来今まで4回の会期で開催をされてございますこちらでは責任ある国家の行動規範また信頼醸成措置それから国際協力能力構築支援 それから ICT の利用に関する国際法の適用などの国際安全保障の文脈におけます情報通信技術の進歩に関します幅広い議題について議論が行われてきております。えー、最近では2015年7月に最終的な報告書が公表されているところでございます。このうち今お尋ねございました信頼醸成措置でございますが、あにつきましてはあこの信頼醸成措置が あその国際の平和および安全を強化するんだという前提の下で、えー、その各政府におきましてコンタクトポイントを特定をするとかあるいは二国間、多国間の協議メカニズムを構築するとかあるいは透明性を向上する努力を続けるとかあるいは学術研究機関の間での交流を促進する。 あるいは ICT を用いた犯罪・テロ対策協力を進める等についての提言が行われていると承知してございます山下芳樹さん。非常に重要な指摘だと私は思いました、遠藤大臣。あの防御という名のもとでの先制攻撃まで、えー、一つのブロックがですね、えー、高めるという方向を、お互いに各国がやり始めますと、リスクが高まる、そうじゃなくて信頼醸成をやる必要があるという、この国連の専門家会合の指摘、非常に重要だし。日本も その立場でですね、どういうルールが必要なのか、今、世界の実態を踏まえた積極的なこういう信頼情勢についての関与、必要だと思いますが、いかがですか。遠藤大臣、時間ですので、はい、簡潔にお願いします。あの、信頼情勢は極めて大事だと認識をしております。山下芳樹さんあの。そういう方向で努力せずに、ですね、アメリカと一緒になって、サイバー空間における先制攻撃までやるような、軍事優先のやり方は極めて危険だということを申し上げて終わります。 私は日本共産党を代表してサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部改正案に反対の立場から討論を行います現行サイバーセキュリティ基本法は国の行政機関を対象に情報システムに対する不正な活動への国による監視・分析演習・訓練の実施や監査重大事案発生時における原因究明調査などを定めていますが本法案はこうした監視・調査等の対象を独立行政法人や 指定すすするる特殊法人等にもも拡大するものであります日本年金機構の大量データ流出事案への対策を口実にしていますが、年金機構の個人情報流出問題は、厚労省や年金機構のそもそもの業務のあり方の問題であり、政府のサイバーセキュリティ戦略でも主体的管理、自律的メカニズムの構築運用が基本とされているのであり、 監査、監視があれば起こり得なかったというものではありません。サイバーセキュリティが軍事、安全保障に密接に結びつけられている中で、全独立行政法人や特殊法人に演習や訓練、監視、調査の対象を拡大することは認められません。現行法の目的には、我が国の安全保障が明記されています。安倍政権が策定した国家安全保障戦略は、アメリカとのサイバー防衛協力の推進を掲げ、昨年4月の新日米防衛協力のための新・ガイドラインは、 サイバー空間に関する協力を初めて明記し、日米政府が平時から緊急事態までのいかなる状況においても、サイバーセキュリティのための実効的な協力を確実に行うために共同演習を実施、深刻なサイバー事案が発生した場合、日米政府は緊密に協議し、適切な協力行動を取り、対処するとされています。実際、ニスク内閣サイバーセキュリティセンターの情報は、ほぼそのまま国家安全保障会議に報告をされ、アメリカにも共有されています。 米国はサイバー事案に対して武力行使をすること、場合によってはサイバー攻撃を先制的に行うことを表明しています。今回の対象拡大の措置は、アメリカのサイバー戦略に巻き込まれる土壌作りとの懸念を拭いきれません。国連では軍事的対応ではないサイバー空間における信頼醸成措置の在り方について議論がされているところであり、サイバー空間を民主的、平和的に維持するためにこそ力を注ぐべきであります。以上、反対討論とします。